ついに今日撤収です。最終日、最終日じゃないな、まあ、登山かな、まあ、ベースキャンプ行ったらもうあれなんで、エベレストです。あ、最後お祈りしていこうか、ありがとうって。今皆さんシェルパさんとが全部テントを畳んでいます。テント畳み終わったら、皆さんヤクにこれを荷物を乗せて降りてきます。はい、でシェルパさんも、まあ、ある程度ちょっと荷物持つのかもしれないですけど降りていきます。いや、よかったです、本当に。いや、よかった、帰ります。今6400、今度2週間後くらいに行く、アラスカの、マッキンリーデナリよりここは高いです。標高が6400、頂上よりデナリの頂上より高いです。このぐらい余裕で行ければいいんですけどね。そう、じゃあお祈りしていくことにします。今が8時12分、できたら3時間半で下れたらなと思うんですけど、足がどうか分かんない。ありがとうございました。ありがとうございました。エベレスト右側です。ありがとうございました。ありがとうございました。どうか無事下までよろしくお願いします。わお、うちのベースキャンプを降りるのが8時25分に降りようと思います。25分、8時25分に降ります。キャンプ2、10時21分、2時間かかってる。3時間じゃいけないな。今までずっと凍って渡れてたところがもう5月の末になると渡れなくなってる。完全に川だ。5月の上旬から中旬までは渡れてるんだけどね、だいぶ暖かくなったってことですね。あのマスクは息が苦しくてこっちにしました。この先にこれで雪用の雪がね、白い雪目がよく見える1本のサングラスです。ただこういう天気の日はこうした方がいいですね。こんな上踏んだら川に乗ったんだ。凍ってた気がする。もうちょっとでベースキャンプ。すでにもうちょっとで4時間経っちゃいます。3時間なんて無理だった。お、無酸素のアメリカのエイドリアンたち超速い。無酸素登頂してきたのに3人めっちゃ速いです。ここでまくられた、まくられた、エイドリアンたちにまくられた。
ベースキャンプ着きます。あれかな、もうすぐ着きます。ベースキャンプ到着。中国キャンプもなくなって、ほとんどのキャンプがなくなってる。今日もエベレスト上は歩いてそうです。今回全然バシッとした天気がなかったと皆さん言ってます。そうみたいです。着いた、よかった。いや本当よかった。ドア2ドアで5時間、15分、脱道5時間15分、1時35、ここです。30分しか登りより早くない。橋がやばかった。よし、着いた。着きました。35分。1時35分テント前を8時20分に出たんで5時間15分です。でした。よいしょ、到着。いやー無事到着。はーい、はーい、はーい、はー、どうも。ありがとうございます。そうか、これくれるんだ。あ、大丈夫、大丈夫です。ありがとうございます。いただきました。どうも。ありがとう。疲れた。お風呂、今入りまして、お食事をいただいてます。2時10分。ということは、お風呂、30分ほど経ちました。ふぅ、やっぱ疲れたな。プロジェクターがあるし、そこにエベレストが見えんな。すごいなこれ。ティソット、おお、ナイステント。プロジェクターね。ああ、ムービー。わあ、すごいわ。ティソット。すごいなここも。こうやってこんなになってんだ。へえ、すげえよ。登頂してた時一緒にいて、あの山頂でさ、私の前に座ったのに知らない。そうなんですか。そんでもうどいてどいてって言っちゃうの、もう怖くてさ、落ちそうだったからさ、私の前に馬乗りになって座って。あ、マジで。あ、そうなんだ。ごめん。あの人誰なんですかね。誰だろうね。よくわかんないね、やっぱね、脱いじゃうと。わかんないね。本人も忘れてんじゃない。そうね。なんだ。そうなんだこれね。すげえ。さすが。さすが。No different。ヨーロッパのテイストのセンス。Yes. さすがのセンス。10 o'clock. She made a sign. Three topics. Nothing there. Nobody there. Nothing there.
マジで。ちょっと面白いけど、いいですか？あるか、はい、写真撮ったら切ります。サミットケーキ。もうちょいぐらいですかね。余裕で今なら登れるんだけど。